こんにちは。4月17日水曜日、お昼1時になりました。ユーミーのメイドインファッション、わーい。はい、今日もお計通り FM 那覇のスタジオを飛び出して、東京のスタジオから、お送りしています。今お昼休憩という方も、本日お休みですという方も 78.0MHz にチャンネル合わせていただき誠にありがとうございます。今から約1時間私ユーミーとお付き合いください。皆さんからのメッセージもたくさんお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。そしてツイッターや YouTube にてこの FM 那覇のアカウントを検索すれば動画も配信していますので、そちらもご覧いただけます。ツイッターと YouTube どちらもアルファベットで FM、 そして漢字で那覇と入力しますと、この FM 那覇のページが検索されますので、ぜひ、私ユーミーのチラゴア見たいよっていう方いらっしゃいましたら、そちらもどうぞご覧ください。あの先週なんか花粉症疑惑っていう話をちょっとしたんですけど、なんか鼻がむずかゆいとかそういうあの話をして、もう今も鼻ポリポリしてるんですけど、あのやっぱり花粉症かもっていう気がしています。なぜならくしゃみがすごい出る。でなんかあの風邪とは違った、なんだろう、だるさがなくてただただくしゃみが出るっていう感じで、なんかね目もね、なんかしば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 っていうのは、なんかこの目がこうかゆい感じっていうんですかね、もう嫌です本当に。だからこのラジオ喋ってる間くしゃみとかあの鼻水ジュルジュルとかしないように、気をつけて、ね、やっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんちょっと優しい気持ちでご拝聴いただけると嬉しいです。というわけで、今週もユーミーのメイドインファッション、ゆたしくウニゲーサビラー。改めましてこんにちは、ドラマーユーミーです。早速ですが、私の参加作品の紹介をしたいなと思います。岸谷かおりさん、プリンセスプリンセスのボーカルのソロプロジェクトの、今私一緒にガールズバンド参加させていただいてるんですが、そのかおりさんが5月の1日にニューアルバム Unlock the Girls 2を、発売することになってですね、そのアルバム全曲私も、参加しております。ありがとうございます。その5月1日、あ、5月1日ってもう新元号ですね、令和になった初日のリリースということで、すごいなんか縁起がいい感じしますけど、 Unlock the Girls 2、この2っていうのも前作去年の1月に出した Unlock the Girls、 私たちそのギャル版になって初めてアルバム出したのが去年の、最初で、でツアーをやってまたアルバム制作取り掛かって、で今回この5月1日にあの Unlock the Girls っていうアルバムタイトルの名前は一緒で、このプロジェクトのガールズバンドも Unlock the Girls ってみんなで呼んでて、まあ、その Unlock the Girls のもう第2の作品っていう形で Unlock the Girls 2っていうタイトルにみんなで考えてね、決めましたんで、もうぜひ2聞いていただきたいのももちろんなんですが、2からね聞いてちょっと気になって好きだなって言って、こうまた1っていうか、まあ、1はついてないんですけど、 Unlock the Girls 去年出したアルバムとかも聞いてもらえるように、なんかね
なったら嬉しいなと思っております。アンロック・ザ・ガールズ2は5月の1日に発売です。4月の12日先週にもう実は、このアルバムのリード曲となるバタフライというミュージックビデオが解禁になりました。私もちゃっかり映ってます。クールめに演奏したりしてます。ぜひぜひ YouTube で、ショートバージョンでワンコーラスだけですけど、見ていただけると嬉しいです。まあこの香里さんっていう方がね、もう私は本当に一緒に、やれてるっていうことがもう非常に嬉しいんですが、まあプリプリ世代の方も聞いてる方多いと思いますが、まあ、昭和でプリプリもうすっごい大ヒットして、で、まあ、平成元年にダイヤモンドとかM とかすごいまたヒットして、でまた新たな新元号令和の5月1日にアルバムを出すっていう、この3時代を駆け抜ける、なんだこの大戦で 走り続けるパワフルなシンガーの人ってなかなかいないなと思って、本当にねリスペクトしています。こんな素敵な香里さんと一緒にこう音楽作ってライブしてっていうのにね、ご一緒できるっていうのが非常に嬉しく感じております。なのでこのラジオで、まあ去年ですかね、香里さんゲストで、わざわざ沖縄の FM 那覇に、お越しいただいてゲスト出演していただいたこともあったので、またアルバムをリリースして、香里さんもまたゲストで、呼んで来ていただけるように私も頑張りますので、その日を皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。そしてそうですね、このアルバムをそうだ購入していただいた方に、なんとまあ、対象の店舗っていうのが決まっているんですが、購入していただいた方に特典のポストカードがもらえるということで、まあ、割とその東京、神奈川、山梨、大阪といって、まあ、大きい都市で集中してるんですけど、オンラインショップでも取り扱っているみたいで、ソニーさんのミュージックショップとか、ぐるぐる王国とか、ツタヤオンラインショッピング、アマゾン、楽天、ネオウィングなどで、取り扱っております。で、これを購入していただいた方は、素敵なアルバムジャケットをちょっとモチーフというか、なんだろう、違うジャケットとはまた違った柄のすごく可愛いオリジナルポストカードがもらえるということですので、私もだからこれちょっとずずしくも映っております、カッコつけて映っております。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。そしてこのツアーも決まっておりますね。そちらもぜひぜひ来ていただきたいなと思います。まあ、ざっくりですが、東京は5月の22と23で、マイナビブリッツ赤坂という会場で、開催されます。そして、大阪が5月の19日、ナンバー8ですね。そして、名古屋もあったかな。名古屋は、ダイヤモンドホールで5月の17日行きますんで、ぜひぜひ皆さん、ツアーも遊びに来てください。まあ、リリースした以降にですね、このアンロック・ザ・ガールズ2の、素敵な音楽をこのラジオでもちょっとしっかりかけたいなと思っておりますので、そちらを、まあ、新元号になった後お楽しみにということで、じゃあここで
景気づけに1曲、私のバンドのデベッソの曲をかけたいと思います。それでは聴いてください。デベッソでパーティーアクティベーター。If you want a body with a say hey, you're in the right place. If you wanna change your pace, afterwards we can chill in my place. Check your worries at the cloak, you don't even pick it up. Spend your money at the bar till you're broke. What everybody needs is a little unity. You and me, especially, gotta go. Let me say hi. My soul's been screaming SOS. Could you kiss my belly, make it alright? You know the sunshine vibe from the blue skies arrived to let the inner you shine. Well, it's about time. Don't think about why. Ease up and let me take you on a ride. Feeling alright? Tell me, rumble, bum, bum. Get the levels alright. Break it down. お送りしていますメイドインパッション、先ほどお送りした曲はデベッソでパーティーアクティベーターでした。さてさて、今週もこの方が来ていただきました。皆さんご存知デベッソのギターのともやさんです。どうもイエーイ。どうもこんにちは、ま、本当にうんなんか呼びつきますね僕のことをなんというかいや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 同じバンドやってるからスケジュールなんとなく把握してるじゃないですかそうですねで今バンビとベースのバンビとレイさんボーカルのレイさんは、うん、今スカドキュメンタリームービー撮ってるから、うん、もうなんかもう絶対無理みたいな感じで、うん、でトモヤさん相手なと思っていや困りますか
どうですか、助かってますか。助かってますよ。 ありがとうございます、そうでしょう。いやなんかあの、トメさん盛り上げてもらうんで、うん、何盛り上げてくれるんで。ああそう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 ですか。そういやありがとうございます。せっかくなんで、うん、やっぱり、ね、メイドインパッションって言ったら、うん、もうデベソだから。メイドインパッションっていうのはどういう由来なのよ。え、なんだろうね、情熱なくしてはっていう感じ、うん、情熱なくしては。そうそうそう、なんかこう含ませるね。メイドインパッションって書いてるのに情熱なくしてはっていう自分の中の意訳があるわけだ。そう情熱なくしては何なの。何もできねっていう話。あーそうなん、うん、あーそう、うん、へーどうですか、情熱ありますか。なんかテンション的に情熱なさそうな君は。なんかあれだね、なんか毎回毎回この俺が話し出すとこうテンションがどうのとか、うんうん、一旦そこの角度から来るけれど、それがパッションですか。いやいや違いましたね、すいません。とんでもないですね。いやというわけでじゃあ今週もギターのデベスのギターのトメさん来ていただきました、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、本当に最近、うんうん、どうですか。どうですか最近どうですか、うんうんうん、いやすごいですね。最近の、うん、なんていうの、近況っていうかこう最近の近況、うん、面白いことあったかなとか俺もそういう振り方人にするけれど、うんうん、すごくやっぱりこうなんていうかあのそうだなって。いや、うん、まあ困らないこともないけど、なんかやっぱり最近で言うと今日はあのパソコンの充電器がなんかどうやら調子悪いみたいで、うん、え、充電がアダプターが壊れちゃったのなのかなと思って、こう充電ができないパソコンってなんかすごくすごい不安感に襲われるよね。あとだそう 50% ぐらいまで あったのは確認してて、わお、半分じゃん。そう、もうだからもうすごいもう急遽ね購入に走らないとダメっていう最近どうの感じ。あーなるほど最近俺の最近どう、逆にどう。ほんとなんかあの、うん、大変だね。バカじゃねえのそれでも大変だね。 だってさ、なんかあの、うん、サポートとかの音源とかって、うん、携帯で聞くのはできるけど、うん、ダウンロードできなかったりするからさ。あーそうね、まあだからドロップボックスに送ってもらうとか、うん、まあ、うん、まあまあでもいいんですよそんなのは。なるほど、ね、そうそうそう。まあ何が困るっていうと、うん、もうやっぱりこう YouTube が見れなくなるんじゃないかっていうパソコンの画面とかで、ね、すごいね。あの、うん、バス釣りの動画よく見てるって言ってたもんね。そう、もう本当に僕ブラックバス釣りがすごい好きなんですけど、うん、まあでもすごい好きといってもこうなんかこう釣りに行けるっていうわけでもなくて、うん、東京にいるんでなかなかね、うん、だから実家の滋賀県とか行った時はすごくそういう気軽に行けたから、うん、なんかそういう意味でこのブラックバス を釣ってる人の動画を見るのがすごい好きで、そうなんかねやっぱなんかこう大自然なのよ、うんうんうん、その景色が、はいはい、であのこうボートの上にね、うん、こう乗りながらねこうとにかくね、うん、あのキャストがどうとかリトリーブがどうとか、うん、ルアー専門用語、そう、トップがどうとか、うんうんうん、ルアーは知ってるよ。ルアー、うん、ルアーはあのあれでしょ、巻く方のやつでしょ。うん、それリール。リール、うん、あとロッドは何いやもうだからあルアーはあれだ、あれだ、先端についてる、先端についてる、あのそう 魚が食べる魚みたいなやつでしょそうそうそう、魚、偽物の魚でしょ、偽物のやつに、あのちょっとなんていうの、あのフックみたいな、うん、針がついてる、その針をフックっていうとかそこは急に詳しくなる感じがあ、そうなんだ、何それはフックで合ってんだ。合ってるよ。あーそうか、そう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 、ロッドっていうのは竿のことで。あーなるほどね。そう、うんうん、あのギターのこととかも竿とかって言うじゃん、うんうんうん、言うんですよね、うんうん、その、業界用語的に、そうギターとかベースのことを竿って言うんですけど、うんうんうん、なんかね本当にずっと竿だなって思ったっていう話俺の身近にあるものは全部竿だなってなんで俺が言ったことを改めて言うの、なんかすごい恥ずかしい。大丈夫かなと思って。いや大丈夫、お昼の番組だから変な方向に進めないでほしいなっても思って。何がいろんな竿があるじゃないですかごめんなさい、これ多分意味が勝手に言った話だからまあ話は置いといてまあ釣りが好きということで、はい
ごめんなさいごめんなさい、もう本当にみんなにチャンネル変えられるから失礼いたしました。いやでも本当になんていうか、というわけ で、ね、はい、じゃあ今日はたまやさんを連れてきてのあの充電、うん、なんだパソコンのバッテリーが壊れてっていう近況 で、うん、でバス釣りバス釣りの動画が見れなくて悲しいっていう、見れなくなりそうで悲しいからもう急いで買わないとなっていう話ですね。あ、そっかそっか、それはもうだ、え、じゃあ携帯で見たらいいね、まあ、とりあえずはその、まあでもね、バッテリーがそのやっぱりこのさすがだな俺はって思うんだけど、うんうん、携帯で見るくらいだったら全然見なくても大丈夫なんだよね、うん、偉いなと思って俺、で偉いのやっぱ偉いでしょ、やっぱないなあ見れないってなった時にまあいいかって思えるんだよね。うん、あ、じゃあそこまでしそうこうなくてはならないっていう、で執着してないっていう感じなのかな。うん、そうだね。だ中毒的になってないってことね。うん、まあ、禁断症状どうなんだろうね。そうなってるかもしれないけど、逆にパソコンがなくなった生活をイメージしたらどうですか。いや、パソコンはあんまりね、うん、なるべく開きたくないから。何それ。何どういう過去があるの。パソコン開いた時になんかすごいこうなんかこう虫がいたみたいな。いやいや、そんなのはないんだけど。とにかく私はあの、うん、機械音痴っていう自称ね、うんうん、まあ、自体機械音痴、そう機械音痴、あのそうなんですね、何ていうかな、こうポチって一個、はい、サファリを開きましょうっつって、はい、押しました、はいはい、でなんかあの左上にアップルマークあるじゃんの横に今サファリ起動してますよっていうの出るじゃん文字で、画面上はそのサファリが起動されてなくても左上にさサファリって出るじゃん、今これを選択しましたよっていう、なんていうかそのあれね、あの、うん、このはいはいはいわかるでしょ、うん、あれであのもう8秒ぐらい経つともうすぐエンターとか押しちゃう、エンターとか何の話、あのなんていうのサファリが起動されない、うん、これはもう壊れた、もうバチバチなんか押すみたいな、あーなんかすごいすごいね、自分のなんていうかそのなんていうかこう悪いところ分かってるっていうのはいいし、うん、そういうもんだっていう自分がそういうもんだって割り切って、うん、とにかくちょっと待てばいいところぼちぼち押すことはやめない姿勢っていうかそれをやめればいいんじゃないかと思う。いやあのなんていうの、前に比べると、うん、じゃあ待つっていうのはできるようになったよ何秒の話を前に比べるとできるようになった。いやだから不安になるじゃん、いい、ね、なんかその例えばさ、うん、エレベーターのボタン2回押しました、はいはい、ドアが閉まらなかったらさ、はい、あ、閉まるボタンも押して、うん、閉まらないで閉まったとて、うん、上に上がらないってなったらさ8秒も経ったらもう怖いじゃん。もう うん、それがもうなんていうのかな、なんていうの、本当に恐怖症ボタン押してすぐ反応しないことに対する恐怖症を持ってる。そう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 、だって携帯、うん、同じアップルなのに私 iPhone で、うん、パソコンもアップルで、うん、あのそなんてあのアップルの iPhone あるじゃんiPhone は半端ないね。な同じアップルなのになんでこんな指で触ってすぐ反応するやつとこんなにボタンいっぱいあって、うん、反応しない、こんなでっかいのにってめっちゃイライラするの。なんかもう本当にそこはちゃんと作ってよって思う、うん、そうなんだ、かわいそうな人だね俺はそんなこと思わないし、うん、だいたい機械なんてねそんなもんだから。そうだからあんまり触りたくない、なるべく。なんで自分がイライラするから。そう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 、壊してしまいそうで怖いから。だから本当に仕事でいただいた資料とか音源とかをダウンロードしてしっかり確認しないといけないっていう時にもうゆっくり開けて、うん、あの起動して、うん、っていうのをやるだけ、うん、あとはもうなんか編集自分でこうラジオとかも今東京で撮っているでしょ、うんうん、FM 那覇さんに送るっていう時に、うん、こう編集しますの時に、はあ、こうチュルチュルチュルってやる時は、うん、あの優しく触ってやるよ強さの話ではないし、うん、なんかすごい何が原因かっていうとなんかこうやっぱりこうすぐ怒っちゃうんだねそうなんだね、せっかちっていうことが分かりました。はい、うんね、よかった、なんかすごくよかった。いやいや、でもあのこういう話をしたかったんじゃなくて違うんだ。そう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 、何何、そもそもは、はい、なんだっけ、あのそう、あのやっぱりトメさん、うん、もう今、うん、このユーミーのメイドインパッションだけど、うん、もうなんかあの
ほぼ準レギュラー化してるじゃない。なんかあなたが呼び出してくるからね。そうそうそう、はいはい、で出てくれるじゃん。いや出ますよ。で出てあの、はい、すごい聞かして回してくれるっていうか、意味よりも全然、はい、あの気が利くんで、まあまあまあそこはそうかもしれないなとは思っておきますけど、そうそうそう、何ですかそれで。まあそのなんだろう、私はこのラジオでデベソの曲いっぱいかけて、はい、みんなデベソもう、うん、ありがたい、最高でしょって言って、うん、もう聞いてもらえるきっかけとなったら嬉しいなと思っていての、なんかこうメンバーが出てくれるってなった時に、うん、もうすでにもうデベソの曲はたくさんかけてるから、うん、なんかデベソの音が好きっていう人はいるかもしれない、うん、ね、ありがたいことに、そうそうそう、そういう可能性がありますよね。そう、可能性があるから番組には、はい、で、まあ、作ってんのこの人だよっていうのがさ、うん、なんかあの出ていただいて人となりを知ってもらうっていうことで、よりあれね、あのなんかスーパーに置いてある野菜、この人が作りました、そう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 、田中誰々さんが作りました的な。そうそう、滋賀県出身の山形智也さんっていう人が作りましたっていう、うんうんうんうね、誰やねんとはならないもんね。そう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 、うん、あなたですか、初めましてくらいの感じになったりならなかったりするけどね。そうそうそう、まあ、そういうこともあるんだけど、まあでもそのだから智也さんで、初めましてした時はちょっと印象怖かったからこうちょっと見てもらってる、聞いていただいてる、ね、まあ、あの表情はラジオで、まあ、わかんないけど、ちょっと動画で見た時にちょっとあの何、今日黒着てるしさ、うんうん、なんかどういう人かわかんないからさ今日黒着てたらどういう人かわかんないっていうのはもう俺に問題がすごくあるのか、またはゆうみの問題が大きいのか、それもあるかもしれないけど、でもそのなんていうの、私のそのトメさんの第一印象っていうのはちょっと怖かったから、うんうん、俺もそう思ったけど、ね、いやでも全然あれよ、関わってさ、いいやつ、いいやつっていうのは分かるでしょうよ、もういいですよ。でだからまあ、トメさんの人となりを知ってもらおうみたいな長いし、そのつもりで話してた、うん、話を振ってくれたところで、うんうん、すごく膨らんだね。いや自分のね、ユミの、あ、そうね、ユミの話、ごめんね、本当にごめんね、なんか天才なんじゃないかな、やっぱり。とりあえず、はい、じゃあ智也さんの人となりを知ってもらおうのコーナー強引な気がするわ。え、でも結構時間、うん、今ので稼いでしまうからじゃあ次、あ、曲一曲挟みますかさすがですね、いや、ここまでがもう前置きっていう感じで、本当に、あ、そうですか、はい、というわけで、じゃあ、はい、好きな、デベソの好きな曲かけてください。あ、わかりました。うん、じゃあ、なんだろうな、なんかこう、デベソで、うん、ヒートを聴いてきてヒートで熱々な感じしたなと思って今。オッケー、じゃあ、聴いてください。デベソでヒート。はい。You like 12 tacos for the best soul. Haul up in your fado. Wash it down with a beer. But beer, I'm getting drunk or keep it cool. You like a lack of accent. I'm from Osaka too. Girl, if you're new to town, I can show you around. You giggle now. Let me keep you laughing loud like downtown. My cloud pals don't frown. I see you kind of down. Got me all right. Check, please. Can I get a receipt? Make it out the red master Giovanni. You're like, wow, you're so long, baby. Got me feeling good. Got me all right. You need a guy like me. So tell me that tonight we're gonna meet. Cause I can feel the heat.With every heartbeat, I'll even massage your feet and make you feel kung fu. Okay, and what you want me to do? Okay, and what you want me to do?The heat's got you in. The heat's got me alright. So keep your body moving. I like it, set you on fire. Come on now. The heat's got you in. The heat's got me alright. So keep your body moving. I like it, set you on fire. Come on now. You don't wanna be calling me on my telly. Drop me a line. Let me define meaning of my free time. Eeny, meeny, miny, mo to the story. Then you're my baby. Get married. Get me controlling.Wait a minute, back to the feeling. In the beginning we had compassion to fit it. You want us to root boy, root girl and pick it up. Then baby I've got the ticket. And you got the heat with every heartbeat. Wanna get something to eat? I'll make you feel complete. Okay, and what you want me to do? Okay, and what you want me to do?The heat's got me alright. So keep your
Everybody moving. Let me set you on fire. Come on now. The heat's got to you in. The heat's got me alright. So keep your body moving. Let me set you on fire. Come on now. To do. Okay. And what you want me to do? Hey, hey. The heat's got to do it. The heat's got me alright. So keep your body moving. Let me set you on fire. Come on now. The heat's got to do it. The heat's got me alright. So keep your body moving. Let me set you on fire. Come on now. お送りしていますメイドインパッション、はい、お聴きいただいた曲は、デベッソでヒートでした、はい、今日はデベッソのギターのトモヤさんをお送りして、はい、え、よ、トモヤさんを呼んでお迎えして、ね、お迎えして、ね、お送りしております、はい、ということで引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますでさっきの、まあ、前置きすんごい長くなりましたけど、ね、トモヤさんの人となりを知ってもらおうのコーナーをちょっとあの無理やり、無理やり無理やりなのね、ま、なんていう の、 あのこのタイトル自体もちょっと、うん、なんていう の、 あの何も考えなかったかあるじゃんちょっとえもう一回タイトルトモヤさんの人となりを知ってもらおうのコーナードンドンパフパフみたいな感じ何も入れない入れないんだそうここ、ね、そういう効果はないからうんというわけで、はい、まあうーんでもトモヤさんの紹介は前も一応したからないやいやいやこんな急にコーナー始まって振った人が不安になるコーナーってあるいや違う違う違うどういうのがみんな聞きたいんかなと思っていやまあみんなそうじゃあもうさっきのさもうバス釣りが好きなことっていうのも分かったと思うんだけど、うん、だから好きなもの、ね、好きな丸々の話好きな〇〇の話そう、トモヤさんの好きな〇〇いやどうですかね好きな〇〇って言っても好きな食べ物とかうんうん、なんでもなんでももうだからなんでしょうね、うん、僕お寿司とか好きですしオムライスとか好きですしお寿司とか寿司ですしお寿司は寿司ですしあのハンバーグとかねなんか子供の小学生が好きそうな食べ物っていうのがすごいやっぱり好きなのね変わらず変わらずすごいでしょいやでも、うん、ハンバーグは美味しいよやっぱりでもなんかこうやっぱりさ大人が好きそうな食べ物って逆になんだと思ううん、てか大人になって美味しいなって思ったのは、うん、なんだっけいやわからないわからない今パッと出てこない、まあ、例えばお刺身とかさそうねそうねお刺身とかあ日本酒じゃあ大人やなじゃあさ俺は大人にならないと飲めないからね、うん、で食べ物で言うとねあそうそうね春菊とか春菊、うん、ああ分かるわあそう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 、うん、分かるでもねその俺は春菊っていうのはその、うん、好きな食べ物には入ってこないのよやっぱり、うんうんまあ、好きなんだよね好きなんだけどこう好きな食べ物なんですかってなった時に、うん、やっぱり入ってくるのに春菊っていう人は多分相当好きなんだと思うなとは思うんだけど、ねねうん、なんかやっぱりその俺が言いたかったのは何かっていうと、うん、やっぱりこう大人になってっても好きな食べ物っ
とかっていうのって、意外に子どもの頃から好きだったんじゃないかっていうね。なんかこう大人になってから好きっていうのはあるけど、子どもの頃好きだったものが大人になって嫌いになりましたっていうのってなかなかないと思うんだよね。ないだろうね。うん、なんかこう、あの油っこいものが食べれなくなりましたとかはあるかも、ね、ああでもそれはなんか食べたいけどの話だと思うんだよね。そうね、そう、好きっていうのは前提であっての話だね、これは。そう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 、うん、そういうところはあるな。なるほどね、うん、だからなんかそうね、だからなんかその春菊とかって、そういう渋いところの好きで言ったらまた渋いっていう引き出しがあるんだよね俺の中で。渋い引き出しが。そうそう、でもなんかこの、うん、やっぱ好きな食べ物なんですかって聞かれた時にさ、うん、なんて言う？なんだろう、ね、好きな食べ物いっぱいあるけど、うん、梅干し。梅干し、うん、いや俺の全然渋いの引き出しに入ってる奥の方に入ってる好きな食べ物すごいの、ね、渋い引き出しというよりは好きなものの引き出しを、俺の中では そうなんや。そうなんだね。いやいや、そう全然なんかあれだね、こうパッと思いつくことが違うんだね。そうか、いやわかんないけど、いやでもあのハンバーグも好きだよ、うん、まあそうだね、うん、うん。でもこれで俺の人となりを知ってもらえてたら嬉しいなと思うけど、なるほどね、ゆみがハンバーグ好きだよっていうのも、うん、確かにそうだけど、あー、なるほど。そうそう、だからそういう小学生とかが好きそうな食べ物が好きだし、うん、もちろん渋いのも好きなんですけど、うん、やっぱ好きなものっていうとシンプルなものがいいなと思うな、子供の時から。そうそうそう、今も続けて好きなものっていうことね。臆せず言えるからね。俺もチョコレートとかも好きだもんでもしかもチョコレートの好きっていうのもあれなんだよ、そのあるのよ、あの、ね、なんていうか種類がこれは好きでこれは、うん、ちょっとみたいな。そうそう、ざっくり言うと、うん、大人感がある高級な味わい深いチョコレートっていうのは苦手なのよ、うん。あ、じゃあカカオ 80% とかそういうのとかは。なんかもうすごいなんかこうもうガードが上がるね、すぐなんかすごい苦いんじゃないかって、俺のしてるチョコレートはそういうなんじゃないよって思ったりとかするっていうね。あ、じゃあ うん、もうちょっとあのあれコンビニで売られてる、うんうん、そう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 、丸純チョコレートって書いてるあのチョコレート偽チョコレートみたいなやつあるじゃん。偽チョコレートっていやあの後ろ見たらチョコって一切書いてなくて、もう全然カカオパウダーみたいな。あ、そう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 、全然それでいい。ココアパウダー、ココアパウダーみたいな、カカオエキスとかなんかそういう類の。そういやでもそうだよ、なんかそのやっぱり好きなチョコレートで言うと、うん、俺キットカットとか、はいはいはい、ジャイアントカプリコとか。あ、カプリコ多いね。美味しいでしょ。ビックリマンチョコとかもそう。ビックリマンチョコって、うん、ウエハースメインじゃないの？そうそう、あのね、そういいとこに気がつくねいいよ、なんか今一番いいねなんかそうそう、なんかね、うん、チョコレート、ピュアなチョコレートっていうか、そういうのはあんまり多分になんかあんまりなんだよね。だからそこに何かこう、うん、ザクッとした、うん、クランチーな何かが入ってるっていうのがすごく好きで、あ、なんか歯ごたえを求めるのね。そう、そうだからなんかこうバレンタインのチョコレートとかっていうので、うんうんうん、なんかこうすごくさ、うん、オレンジピールが入っておりますみたいな、はいはいはい、有名なお店の並ばないとあれなあれですみたいなそういうのとかは何場みたいなやつ何場のチョコレートってナディバわかんないけどそこそこわかんないけど、こうそういうのとかを食べても美味しいっていうのっていうよりかは、こうチョコレートを摂取したくなるとか、もう口の中に頬張りたいっていう時にさ、うんうんうん、そういってそういうチョコレートの一口の味を楽しむっていうものにおいては、やっぱり頬張って楽しむものじゃないからさ、いやそう思うとやっぱりこう麦チョコとかさパフめのチョコパフ感があるチョコとかはすごく好きだなって思う。そうなんだよね。じゃあすごいあれだね、お金かかんないね、コーヒー の、 あの合わせるものとしては。そ う、 そうなの。そうかな、うん、チョコ食べたくなるじゃん。だからコーヒーいつもコーヒーも好きね、うん、コーヒー飲むじゃん。そうそうそう、なんかね、ここにここまでね、うん、小学生が好きそうな食べ物ではあったんだけど、うんうんうん、ここに来てね、俺ねコーヒーも大好きだからコーヒーはね大人のたしなむものって感じ。いやどうなんだろう、なんかねもう本当になんかどこからのタイミングなのか、やっぱりチョコレートとの相性がすごく良くて、うん、もうブラックのコーヒーはすごく好き。なるほど、うん、なんかもうスパゲッティ食べるじゃん、うんうん、パスタ料理とか、うん、そういうの食べてる時に、うん、俺コーヒー曖昧飲むのよ。
それはパスタと コーヒー。そう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 。それはなん、どういう例えで言うと、うん、そのやっぱりおビール飲む時のおつまみ、うんうんうん、口にするみたいな感じあるでしょ、うんうん、その感覚でもうスパゲッティを食べてコーヒー飲むというよりかは、うん、コーヒーのお供とおつまみとしてパスタがあるそう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 、でも口の中大丈夫なの、ね、コーヒーとなんか、うん、そのなん例えばさ、うん、なんだ明太子あバターみたいな、はいはいはい、もう全然大丈夫、なんかね多分それは信じられない、それ多分あんまりあれだよね、なんかこうあまり共感を得られないものかもしれないですけど、うん、知ってもらえてるかな俺の人となりこれどう思う？なんかいやでも意味も偏ってるかもしれないから、うん、だってあのビールの間におつまみっていうのもおつまみ一気に全部食い切ってからビールとか、うん、あの何定食とかも、うん、あの白米は白米だけで食べて、うん、おかずはその一品、うん、何品かあったら一品ずつ食べ尽くしてから次行くっていうスタイルだから。平成生まれでしたっけ？平成元年ですね。なるほど。なんかね、うん、俺あのあれですニュースで見たことある、へなんかこの最近の子供はこのご飯だけいっぱい先に食べちゃってその後おかず行くみたいな、うん、そう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 、そういうタイプなんだ。なんかあの口の中のマリアージュをあんまり楽しめてない、うん、だからそこは全然子供なんだよね。そこでマリアージュ出す大人大人感出してきてんじゃないよ。最近覚えたからマリアージュワインとチーズみたいな、なんか嬉しそうなもうね分かんないですけど、まあそうね、俺の中ではやっぱり僕昭和生まれなんですけど、うん、なんかその平成生まれのその味覚持ってんだって思うんだけど、この令和生まれはどうなっていくのかっていうのがあるよね。あそうだね、どうなんだろうね本当に。なんかねもう本当にそういう時代ですよ。そうね、令和新時代がもう始まりますね。本当に全然俺の人となり分かってもらえてるかないいよいいよ全然いいよいいよじゃないよ分かってもらいたいんだよ、そうそうそう。そっか、じゃあここで一曲どこで一曲なのか。いやなかなかね、時間もね本当にねもう止まらないね、足りなくなっていくからさ、喋、ね、っちゃうね俺はね。じゃあ逆にもう曲挟まないで喋、うん、る。いやいや、まあなんていうか一旦挟んで、うん、そうね、うん、じゃあ短めの曲を一回挟もうか。短めの曲といえばデベストの18 聴いてください。はい、
ユーミーがお送りしていますメイドインパッション。お聴きいただいた曲はデベッソで18でした。今日はデベッソのギターともやさんをお迎えしておしゃべりしてます。はい、よろしくお願いします。何その言い方こんなよろしくお願いしますの入りあります。よろしくお願いいたします。よろしくウニゲーサビラだっけゆたしくウニゲーサビラ。あ、そうだっけ。そうそうそう、なんだっけ、あの、ワテの顔面うん、見たい人はどうのうの、あの、そうそうそう、あれなんだっけ、チラグア見たいよって言ってる方はみたいな。チラグア、チラグア顔ってことあ、そう、お前の、あ、違う、私の面見たいやつはっていう、もうすごい言い訳だけどそんな乱暴な言い方なのいや、なんか別に、なんだろう、その、うん、そういう感じじゃないんだけど、うん、なんちょっとこう今、かっこつけて言ってみた。あ君は乱暴な言い方がかっこいいと思ってるっていう人隣をこう分かりましたけど、いいんですいいんです、本当ですか。何あれ、うん、というわけで今日はトメさんの回だから、いや俺の回ではないみたいなもんだから。そうだね、うん、だからトメさんの人隣を知ってもらうのコーナーやってるぐらい、ね、そんなありがたいコーナーあるんですねやっぱり知ってもらうっていうのはやっぱりありがたいことだよね。だってその、うん、知りたいっていう人がいるってことだもん。そう、俺はもう勝手に、うん、あの、ここは全力でポジティブにいこうと思って今一瞬で腹くくって生きたんだよ。突っ込もうか突っ込もうかと思ってたけど、そうそうそう、もう行くぞと、ここ行くよって、もうこれ、ね、もう後戻りできないか、これ。そうそう、だってユミがだってそうやって知ってもらいたいっていうふうに、ん、むしろ知りたいと思っている可能性があるわね、ユミはね。そうよそうよ。でもいまだに謎が多いもんだって、うん、友也さんやかましいわなんかようわからんけど、うん、俺が思ったのはすごい、うん、自分のことを話していけばいくほど、うん、ユーミのことがなんかすごく垣間見えてる。ごめんごめんごめん。いやいや全然それはいいことなんだよ。割り込んで喋ってるって感じだもんね。いやいや、でもなんかいいよ、なんかこのなんか乱暴な言葉遣いがかっこいいって思うのとかも、うん、なんかすごくダイハードのかっこよさみたいなさ。そうね、憧れがあるのかもしれないな、うん、すごいね。でもな、まあ、まあ、なりきれてないところはありますけど、まあ、今私の話はいいので、あの、そうで、さっきはまあ好きな〇〇の話してたから、はいはいはい、なんかやってみたいこととかあったら。やってみたいこと、うんうん、何で。え、野望みたいな。野望俺の野望俺の野望なんだろうな、そんなワイルドなことをあんまり考えたことがないけど、うんうん、まあ、なんかそのあれね、なんかこうもっともっとなんていうか、こう簡単なな、うん、こうやってみたいこととは何なのかっていうのとかでは、やっぱり、うん、そうだな、パラグライダーとかさなんかこうパラグライダーって、パラグライダーってすごそうじゃない。なんだっけ、このなんていうの、あの羽をさ、うん、羽をこうでっかい羽を装備して、うん、こうなんていうの、丘からバーンってジャンプしてそのまま風に乗って飛びます。鳥みたいに。そう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 。ああ、はいはいはい、風を切る感じで飛ぶやつね。風に乗る感じで。はいはいはい切っちゃうんだ風切っちゃうんだそう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 、そういうの。あれパラグライダーって言うんだ。うん、あとスキューバーダイビングみたいなこともさ、なんかそのなんかすごそうじゃない。やったことあるんだっけ。シュノーケリングだけある。ああ、俺もあるよ、シュノーケリングは。あの沖縄である、修学旅行の時。去年、一昨年ぐらい初めてやった。あ、本当、うん、俺の方が早いね。あ、そうなの。そう、いつやったの。俺は高校生の時の修学旅行だから。だからなんか越された。お、面白いじゃないそのギャグへえ、そっか。そう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 、スキューバーねとかね、そういうなんとか。でもね、うん、でもね、その俺の人となりっていう意味では、うんうん、とは言うものの、うん、やっぱり実際に行こうってなった時に、うんうんうん、一人では絶対に行けないし。そうそうそう、そこだよね。トメヤさんってなんか、なんだろう、何を、外にあんまり違う、なんかその、うん、その一人で行こうというよりかは、このやっぱり何かのついでにそれがあるっていうのがすごくいいのよ。うーん、それが PV 撮影だったりとか、はい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 、あのライブでそういった催し物をやってるところに行きましたみたいな、うん、じゃあついでにやってみるかとか、何かのついでに合わせてやるっていうのがすごく、あの
楽しく感じる。うーん、だその遊びに行きたいっていうそういった目的として行くと楽しめなくなる可能性があるんだよね。へえ、そう、そういう、そういう、どの違いがあるのそれは。なんかね、なんかこう、あ、じゃあパラグライダー飛びに行きたい、なんかしに行きたいって言ったから、うん、じゃあそれじゃあ行ってみるか。でもまあそうやって日が暮れていくのもいいかもなって思うっていうねYouTube でバス動画見ようって思う。パラグライダー飛んでるの見よっかなって思ったりするし、うんうんうん、その YouTube がもしかして、あと俺はこの後帰ってパソコンの充電ができないから見れなくなってる可能性があるっていう、うん、ね、本当にかわいそう。どう、俺の人となり分かってくれたかね。本当にね、ありがとうございます。なんつってね、うん、なんつってねですねまあ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 、そんな僕らがライブをねするっていう話なんですよ。そうですね、そういう感じで。バンド組んでますからね。そうよ、一緒のバンドやってるのでね、ぜひ見に来てもらいたいですね。ライブが、これを踏まえて見てほしい。そうそうそう、これを踏まえてライブ見るとどういう印象になるんだろうね。またそのなんだろう、弾いてる時のギャップとさ。そうだよね、本人喋るとああいう感じ、パラグライダーやってたって言ってた人やみたいなやりたいって言ってた人ね、うん、でもやりそうにない人でもあるそんなライ、ね、俺たちのライブを見に来ていただく日っていうのはいつなんですか？あります、はい、はい、今月の4月28日、はい、日曜日、渋谷グラッドにて、はい、うん、ムビダットと、はい、RNA という、ファッションブランドの、はい、コラボ企画ポップアップイベントが、はい、決まっております、はい、そこにマブビダットと我々デベソのツーマンライブで、あ、どうやらこの日はね、うん、平成最後の日曜日らしいので。そっか、じゃあ平成ラストのライブだ、はい、私。あ、そういうことですね、僕もそうですね。あ、そうだよね、はいはい、そっかそっか、そんな感じです、そっかそっか、なんかちょっと、うん、なんだろう、気が引き締まる感じですね。まあでもその令和が始まってからのライブっていうのもデベストとしてあるよね。そうですね、はい、5月の11日、うん、土曜日、こちらはデベストの初めてのワンマンライブが下北沢シェルターで、はい、開催されます。おー、素晴らしい。このワンマンライブは、去年の9月から、うん、連続で、なんだ、リリースとイベントとそうだね、一緒にやってきた。だからこの日のためにまたあの CD を作って、その場でなんかこの新しくお手元で聴いていただける楽曲をねレコーディングしておりますので、それをお買い求めいただける日であると。で加えてなんかの企画してたね、4作品連続リリース4連続イベントの最後の日ということで、ワンマンライブを5月11日の土曜日下北沢シェルターにてオープンが18時半、はい、でスタートが19時、はい、前売り2800円、当日3300円、はい、これいずれもドリンク代がワンドリンクつくのでプラス500円というところですかね。はい、もうぜひぜひあの老若男女、うんうんうん、あのいろんな人たちに来ていただければなって思う。なんかそういう日の意気込みがやはりありますね、うん、令和最初のライブですし。そうだそうだ、いやどうなるだろう、楽しみね、うん、やっぱあの4カラーズでポーションシリーズを作ってきたじゃないですか、はい、で、まあ、赤、白、青やってきて、うん、もうラストのカラー黄色、はい、黄色ですね、うん、黄色をテーマにしてもう今レコーディング終わって、うん、ミックスも今やってる途中でしょ。そうですね、すごいいい感じですので、もう完成も皆さんすごい楽しみにしていただきたいなと思うところでございます。そして、うん、やっぱりライブはあのこれ以降はなかなかね今決まってないからね、だから、うん、まあ見れる機会としてぜひぜひ見逃しなくてですね、うん、見てもらいたいなっていうのもあるので、はいはい、ぜひ5月11日土曜日下北沢シェルターにてデベソのワンマンライブ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。いいですね。というわけで、はい、今週もトメさん迎えてお邪魔にさせていただきまして、お邪魔いたしました。いや、ありがとうございます、こちらこそ、本当にね、うん、
じゃあ来週も来週も呼ばれることを今知ったっていうことでいいんですね。そう、うん、そう、今やりたいことあるから、トムさんと一緒に。なんかすごいドキドキするな、うん、なんかこのドキドキでざわざわするなっていうのはじゃあ来週お楽しみということで引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のメイドインファッションはここまでご愛聴いただきありがとうございました。トムさんもありがとうございます。ありがとうございました。また来週。